今回は前回公開をしました外国人ハラスメントの動画について皆様の期待を裏切ったことに対して謝罪をさせていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。いつもエロいこと言う金髪のお姉ちゃんも見ておたたせている視聴者の皆様の期待を裏切ってしまって誠に申し訳ありません。ちょっとことの経緯をご説明させていただきたいんですけども、ピロシキーズの方で担当しているスタッフの方がいるんですけども、その男性のスタッフの方がこの4月から新たにアシスタントという形で、新入社員というか新入社員なのかな、女性のスタッフが新たにピロシキーズの担当に加わってお手伝いをしていただくということになりましたが、その際に男性スタッフの方がピロシキーズの動画をぜひ見てくれと、事前に見て勉強しておいてくれということで、そのスタッフに女性スタッフに依頼をしたんです。そのピロシキーズの動画を見ておくようにと言ったことがセクハラになるのではないかということで社内で問題になりました。そこで男性スタッフの方からしっかりと真面目な動画を撮っていこうという打診がありました。その真面目な動画を撮るという指示に対してそれに従うべきなのかどうなのかということの判断を僕の方ではすることができない状態でした。私いつもエロいことを言う金髪のお姉ちゃんを見ていつもおちんちんを立たせている視聴者の皆様を裏切ることができませんでしたので動画への参加は拒否しました。そんな中で私はスタッフに言われるがまま真面目なちっこもっこもきったまも言わないような真面目な世間に一般的に普通に受け入れられるような動画をただただ撮ってしまったことを本当に悔やみきれないような状態でございます。私も自分のパートナーを一線を越える前に止めることができなくて今悔やんでおります。今後の活動については、協議の結果、しっかりと様々な下ネタをふんだんに取り入れた動画を作っていくこととなりました。視聴者の皆様は、股間を固く、生温かく見守っていただけたら嬉しいです。外国人ハラスメントの動画について、ちょっと待って、前回公開をした外国人ハラスメント、ハラスメント。皆様の期待を裏切るような形で今回は前回公開をしたテイストでかなり真面目な動画をお付き合いを立たせてる皆様の視聴者の皆様にもうさ、それは AV だ。視聴者の皆様を裏切ることができ撮ってしまったことを悔やむに最速じゃない、ちょっと今とても悔やんでおります。なんでやねん、もう嫌やこれ。言い切ったのに。